ぐる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 バナーイン、フル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 シングルポチ、レッツゴー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 、いやまだわからん、あるよあるよ、レッツゴー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 、スリー、スレッツゴー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 。最近ね、仕事のお昼休憩に、お昼にしたらですね、胃が痛くなるんですよ。いつもありがとうございます。オーツボンバー、徳島のパンブギンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども。今回の動画ですね、ちょっと魔人ブー枠皆さん使ってますかをテーマに、ちょっとね、お話ししていこうかなと思ってます。で、これ一応ね、フェスゲンなんですよ。7周年からインストールされた方、持ってないかと思うんですよ。復刻来てなかったと思うな。うん、来てないよね。いやー、もうそこいら覚えてないんですけど、もう興味ね、通常ガシャさんキャラの方が強いんですよ。うん、これのね、極限本当に来ていただかないかな。うん、だから吸収、HP の変化によってね、吸収するキャラがちょっと異なる、ちょっと、まあ不思議な、フェスゲンキャラでございますけども、いや、ぜひね、極限を着ていただかないと、もう興味ね、使うところが、ないかなということで、まあでもね、せっかくあるんだから久しぶりに使うということで、まあ、力の吸収のみ挑戦がスーパーバトルロード、魔人ブー編といいますか、魔人の力編成で、ちょっと挑もうかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もう、これも久しぶりに使うわ。これフェスゲンね。マジンブーアルティメットご飯吸収。スペシャルステッカー動画で、ちょいちょいね、出演、してる、このアルティメットご飯吸収なんですけども、まあ、キラマトレバトロードパーリーピーポーになるんですよね。うん。で、2時で、連撃記録改新中に、回避。俺、回避8振ってる。不思議やね。リンク付け、まあ、フルリンクにはね、まあ、させていただいてるんですけども。で、リーダー、マジンブー前とマジンブー巡査役。これ、ここ来たかったかな。これもリンクスキル上げてる途中でございますね。はい、通常会社さんの極限 Z 覚醒を果たしました。魔人ブーワークね。うん。まあ、与えたダメージ 30% 回復。で、通常会社さんの、このピッコロ吸収ね。これまあまあ、強いんですよ。うん、力吸収の、補正もしてくれますし、単回し HP15% 回復もしてくれるということで。で、LR の極体魔人ブー5点クス吸収。これも久しぶりに使うな。うん。てな具合で。フレンドさん、あえてこっちに来ました。魔人ブー5点9吸収。うん。よし。で、サポートアイテム、回復アイテムいらんやなと思ってる。うん。もうちょっと回復リンクで HP 回復するかと思うから。行こう。力の吸収のみ挑戦か。スーパーバトルロードでございます。行きましょう。さあ、勝てるかどうか。わかんないけどね。うん。どうしよう。え？ああ。最初の並びどうなってる？あえてハイヤードラゴンでいいんちゃう？あえてハイヤードラゴンでいいと思うよ。こうで。で、アルティメットご飯吸収さん、できるだけ木玉を取っていきたいな。アタック低下しちゃうかな。ちょっと逆属性やけど、苦手属性やけど。まあ、やろう。で、中確率回避なんですよ。ああ、いいっすね。最強じゃん。うわ、アタック値低っ。アタック値低いな。はい、季節かましていく。さあ、この方、これ必殺技効果なんだったっけ？そこいら合わせてるな。合わせてるわ。まあ、ダメージ軽減持ってるからね。このガリブーと魔人ブーは。うん。いや、でも15万か。しんどいな。239万。で、アタック低下と HP 回復ですね。わーい！いいですね。素晴らしいないこれ。すごいない？めちゃめちゃ回復するやん。もう皆さん知ってることかと思うんですけどもね。改めてね、見るとね、すごい素晴らしい、このチーム編成だと私は思ってるんですけども、どうですか？で、ハイヤードラゴンの効き目はまだ効いてるぜ。まあ、ほなに食らうやろ。ハイヤーも効いてるし、アタック低下かましてるし。うん。あんでもめっちゃ食らったよ。あれめちゃめちゃ食らった。敵の火力半端ないな、おい。
ヤムチャ落とすんじゃん、このターンで。素晴らしい大手ワンパンで、ダメージは通るんだけどね。敵の火力がものすごい高いわ。しんどいわ。で、これで与えたダメージを 30% 回復していきましょう。回復キャラを舐めんじゃねえぞ、お前。ドラゴンクエストで言うところの賢者賢者僧侶僧侶やね。うん。伝わったかな？伝わってますか？いや、クロッチメンス久しぶりやな。さあ、まさか主役の魔人ブー枠、力属性の魔人ブー枠は3枠目だったっていう話ね。まあまあまあ。まあまあ、いいんじゃんすね。これどうしよう。この並びでいいんちゃう。で、アタック低下かましてくれ。え、ごめん、これ必殺技アタック低下やな。な、アタックディフェンス低下。アタック低下バシバシ、うん、積んでいこうじゃ。な。ワンチャン、アイテムなしでもいけるんじゃ。いや、無理。それは無理やな。それは無理やわ。そんなセッション。アタック低下で、会心。で、もうこのピッコロ吸収ボイド落とすな。うん。はい、素晴らしい。第一ステージクリアでございます。いや、強いな、このチーム編成。うん。いいですよ。じゃあ、早い段階で、ちょっとクリアできるんじゃん、これ。え、これどうしよう。どうしたらいい？え、これどうしたらいい？あえてこういこう。あ、じゃあ、チャチャナース行こうか。しゃあないな。で、木玉置いときたいな。あ、でもちょい通したいしな。あ、どうしよう。ええか。ぶっ放せ。あ、だいぶ取れるんじゃん。木玉。なあ。6個か。でも6個か。しんどいな。あえて木玉置いとこうか。行こう。よろしくどうぞ。ね、チャチャナース使ってるからいけるやろ。骨食らわんやろ。な。最高じゃん。チチナース最高よ。411万。これも強いんだけどね。これも 200% で使ってみたいよね。まあ、おそらく6月、どうなんだろうな。6月のフェスは、なんかベビー幼年期だと噂されておりますが、人工生命体の 200% が来るような、来ないような、まあ、私は予想してるんでございますけども。うん。さあ、なかなかダメージは取っていってない状況だよ。大丈夫？で、回復。配信で、どうしよう。お化け使っとこっか。で、もう、ズドン刺したらええんちゃうん。なって。ズドン刺したったらええんじゃん。な。で、こういこうや。ズドンできるかどうか知らんけど。478万でございます。あ、私のね、この LR のね、ゴテンクス吸収ブームをフルリンクにはね、させていただいてますよ。フルリンクというか、リンクマックスですね。うん。まあ、どっちでもいいっすね。そんな呼び方はどっちでもいい。18号さん、落としたんじゃん。なかなか変身、回復リンクがすごいからね、変身しないんだわ。フェスゲンの魔人ブワークね。うん。いや、でも、実装当時、まあ、ガシャで殿下って苦戦したけどね。スルーしたんかな、確か。あの、出なさすぎて。うん。もったいないけど、ハイヤー使っとくわ。うん。で、どうしよう。アタックテイカーあるから、こない食らわんと思うけど、うわー、あんま取れない。アタックテイカーしてるから、うまいな。268万。このね、交代ブーも、あれなんすわ。ディフェンスパッシブがあったらね、もっと強かったんですけどね、ダメージ軽減しかないから、結構食らっちゃうんすよね。うん。ディフェンスパッシブあってダメージ軽減があったら、もう全然、いい壁役になるんですけど、ダメージ軽減だとね、どうしてもベラボーに食らっちゃうんね。うん。食らう、ああ、久しぶりに久しぶりにいいよや。ミルタってまあ、スキップしてんだけどね。うん。落とすんじゃん、ほんで。HP 全然減ってないで。おもろいな、このチーム。久しぶりに使ったらおもろいわ。うん。
さあ、落とすやろ。落とすんじゃん。なあ、最高じゃん。さあ、最終ステージでございます。これは魔人ブー編の人たちやろ、ほうやろ。人たちというか、もう2人しかいないんだけど。あー、これどうしよう。ちょっと待って。お化けつこうて、お化けつこうて、あ、ドッカンモードはまだまだたまりそうにないですね。あ、どうしよう。もう集中的にゴテンクス行こうかな。で、キダマ修正しながら、キダマでできるだけのちょっとね、調整していきたいですね。うん。で、地属性のアルティメットソン、ご飯吸収にちょっと壊してやっていけたらいいかなと思ってる。うん。これ技封じだったっけ。あ、違うな、違うな、あのガリブーだな。で、アタック低下かます。はい、追撃いいですね。で、中確率技術も入ってくるね。うん、最高よ。あれ、ちょっと待って、ピッコロ吸収でアタックテイクあったっけ。あ、ごめん。さあ、で、お化け、ここでナース使おう。うん、ナース使う。で、こいく。いや、ちょっと待って、こいくわな。で、11個最高ちゃうん。ちょっと11個、どうしよう。あー、もうゴテンクス邪魔やわ。ゴテンクスぶち落とすわな。そうしよう。レッツラドーン。次のターンドッカンモードちゃん。いけるいけるいける、上等よ。11個取ったんだぞ。ほんでも2万か。まあまあまあ、347万。ほらね、キダマ取ったらだいぶ強いんすわこれ。キダマがないとっていう話になってくるから、ちょっと使い勝手が悪いね。アタックディフェンス 100% でキダマ取れば取るほどアタック上昇だったら、まだ使い道はあったんですけど、うん、やっぱ気玉取らなきゃアタック伸びないだけっていうのはちょっとね、具合悪いでございますけども。さあ、転ばぬ先のウイスを使って、もうあれじゃん、とどめじゃん、ちょっと。ドッカンモード、無理？無理っぽい？ドッカンモードできんじゃん。ほらな、もう落とすやろ。本気本気本気やで。今日珍しく動画綺麗に終わるんじゃん。これ珍しいで、俺の動画に関しては。あ、一つ取りこぼしたところの君のハートにマッシュルカタパルト、お願いします。今日久しぶりに綺麗な動画じゃんこれ。どうよ、チャンネル登録4人減ったけど。なんで減るねん、なんでや。チャンネル登録お願いします。おとしちゃん、おとしちゃんね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと久しぶりにね、フェスゲンのあの極力魔人ブー悪、を編成したというか、まあ、使いたかったんで編成して、力の吸収のみ挑戦家のスーパーバトルロードに挑んでみたという動画でございましたけども、いかがだったでしょうか。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。極限早来い。